俺から今日な手紙を用意してから、うん、チャンネル登録達成してから、うん、読みたいと思います。親愛なる親愛、深夜がジョーブログに来てくれてからまあ6年が経つな。はじめはジョーブログの視聴者でマネージャー募集の動画で応募してきてくれて、まあ採用されたんが深夜ってな。当時東京に住んでた俺の元でジョーブログの採用がまだ決まってないのにもかかわらず、大阪でサラリーマンの仕事辞めてまで覚悟を決めてきてくれた。もう初めはもう編集も撮影も未経験で、まあ、しょっぱな担当した編集もモザイク処理ミスして死ぬほどへこんでて、まあ、シュンと黙り込んでたあの時のことはもう今ではもうほっこりとする大事な思い出です。まあ、お互い完璧な人間じゃないし、深夜は不器用なとこは今もあるけども、今も変わらないあの時からずっとある人一倍ある優しさと素直さを持ってて、そして何よりもジョーブログをあの時から愛してくれる気持ちがその時からありました。まあたくさんの怖さや不安がある中で、その当時の俺の狭いマンションで、まあ、一緒に暮らした日々を昨日のことのように覚えてます。2枚目いくから。まだまだ YouTube 業界もその時は発展途上で、深夜の両親も俺はすごく心配してたと思います。深夜のお父さんお母さん、大事な息子である深夜を僕の元に預けてくれてありがとうございます。そして何よりも深夜を産んで育ててくれてありがとうございます。間違いなく深夜がおらんかったら今のジョーブログはありません。そして俺にとって深夜はなくてはならない存在です。深夜だからこそ、撮れた数々の動画、もうあんた以外ジョーブログのカメラマンは務まりません。深夜が撮ってくれた動画は思い出となって俺の人生の財産として深く深く刻まれています。いつもありがとう。深夜が持ってる人としての大事な優しさや素直さを俺はずっとこれからも守っていきたいと思ってます。胸張ってこの人生でジョーといてよかったと思ってもらえるように、俺は深夜への感謝を忘れずにこれからも精進していく。これからも一緒にまだまだ大きい夢を追いかけていこう。ありえないほど最高な未来を夢見て末永くよろしく、ジョーより。何が そんな手紙なんかもういや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 、いやこちら泣きすぎやろ。いや泣くてせこいわそれは。泣きすぎやろ。はい、これあげるわ。ありがとうございます。これあげるわ。いやもう大切にするわこれは。まあでも本音を書いたから、ちょっとだけ僕も喋っていいですか。おお、いいよいいよいいよ。まあ出会いはそうじゃないですか。僕が商社から始まって、で僕がサラリーマンしてて、きっかけとしてはなんか今の人生でいいんかなみたいな、このままこの仕事していいんかな、何か違うこと自分でしたいなって思ってたんですよ。でその時にずっと見てたジョーブログがマネージャー募集しますっていう動画が上がったのがまずきっかけなんです。でそこに、まあ、正直受かると思ってなかったです。受かると思ってなかったんですけど、まあ、でも応募したんですよ。でそこからいろんな選考があって、で受かって、でいろんなことを一緒にしてきたんですけど、まずその時点で、まあ、自分の中では一歩踏み出せたなっていうのがあって、で今のこの関係があるっていうのはその時の自分にほんまによく頑張ったなって言いたいんですけど、サラリーマンした時と今のこの生活ってほんまに180度変わってて、でもその180度変わって今めちゃくちゃ僕人生楽しいんですよ。ほんまに毎日楽しくて、でもそれってこういう環境を作ってくれたジョー君やと思ってるし、そこに関しては本当に僕も感謝しかないんですよ。マジで感謝しかないんですよ。
200万人に向けて頑張るぞって去年1年決めてやっていくぞってなった時も言ってたじゃないですか。深夜が俺のこと嫌いになるかもしれへんみたいなぐらい俺はこの1年は厳しく言うかもしれないけど、それぐらい俺は本気やから一緒についてきてほしいって年末に言ったことも僕覚えてるんですよ。いや別にそんな嫌いにならないことないですよ、やりましょうみたいな感じから始まった去年の1月からやっと報われたなっていう気持ちとそんだけお互いに本気やったからこそのこの達成感があって本当に僕は嬉しいですし、大変やったこともあったけど結果的に考えたら最高やなっていう一言なんですけど、ありがとう。こちらこそです。ちょっと2人で恥ずかしい忘れたらあかんな。俺らは視聴者さんがおってっていうことやし、最高の青春をありがとうございます。宝物や。ちょっと待って、ラッスンゴレライみたいになってる